手術料金が26万7千円プラス税ですね。この手術はですね、脂肪を引っ張るときにやっぱちょっと痛いので、皆さん寝てもらってやってもらってます。で、静脈麻酔といって点滴で寝る麻酔を使っています。で、その麻酔代が3万円プラス税ですね。で、このリスクとしては腫れですね。腫れが一番皆さんこう気にされる方が多いです。目の下がだいたい2、3日腫れて、だんだん重力ともに下に下がっていって、この辺りが4日目から6日目で、フェイスラインのあたりが1週間から10日ぐらい少しむくみますけども、すべてマスクで隠れる範囲で腫れが終わります。1ヶ月ぐらいはですね、触るとちょっと感覚が鈍い感じがしますけども、日常生活に支障はありません。最初の3日間が痛みがありますけども、徐々に痛みが引いてきて気にならないレベルになると思います。治療を受けられた方で喜んでくれる方は、私の印象だと9割以上の方が満足されているように感じています。リスクも非常に少ないですし、ある程度進行した方も、そんなに症状がなくて予防目的の方もですね、幅広く受けられる治療ですので、とてもおすすめです。